田中和志選手の優勝です。10万人が一つになりました。新馬戦から10ヶ月、復活の場はここが止まりさせる。180cm、87kg、桜庭和志。今夜も戦いのシックスセンス、これで相手を見て捉えるか。容赦なきベビーフェイス桜庭和志。しかしそれを桜庭は認めました。高田さん、桜庭の完全なる意思表示、すごいですよね。桜庭のプライドですね。プライドですね。そうですね。そうですね。館長、それをどう見ますか。ミルコ側から見た場合に、やっぱしそれだけの自信があるんでしょうね。なるほど。桜庭選手のやっぱし今までの経験とその自信に出られたね。それだけ彼のやっぱりそしてプロレスラーとしての意地。ミルコ、それだけに火がついてしまう。ですね。さあ、ファンはファーストコンタクトに酔いしれる。リング上にファンを魅了する2つの三脚玉。この夏最後の打ち上げ花火。桜庭とミルコ。5分3ラウンド、タックル。これを切った、危ない、ワンツー。ミルコのワンツー。タックル読んでいた。おっと、右のフック、桜庭。そしてもう一度タックル狙い。危ない、膝が怖い、膝が怖い。ミルコの膝が怖い。今切ってますね、タックル。はい、それは読んでます。一連の戦いでも分かるようにミルコは読んでいる。2発のタックル。桜庭選手、やっぱりサウスポーになってますね。はい、そうですね。左のハイキックがあるんで。はい、サウスポーです、サウスポーです。
ハイキック対策、ローが入りました。さあグラバもパンチを繰り出していく。この距離はどうか。おっとローキック、これは2つ空を切った。かなりのスピードであります。おっと左、おっと右、おっとパンチを切った。さあここでグラウンドに持ち込むか。おっとネクロックの体勢、グラウンド対策はバッチリか。ミルコクロコップ、膝が怖い、膝が怖い。高田さん、ミルコうまいですね、読んでますね、バックよく切ってますね、はい、はい、5分3ラウンド、インターバル2分、10分を望むサクラバ、そして3分を望むこのミルコ、あそこら当然の妥協点、5分、はい、5分1ラウンド3ラウンド、さあ5分あればグラウンドで仕留められるというサクラバ陣営の味方。さあどうか、おっと桜庭もパンチで応戦。桜庭選手ね、パンチ強いですよ、強いですけど、あんまり打撃に桜庭固執すると大変なことになりますよね。そうですね、付き合わない方がいいと思いますよね。残り3分半を切った。距離を取って右で蹴り、おっと食った食った、このパンチ左、危ない危ない危ない、桜庭一撃必殺右、危ないですよ今、ストレート危ない、危なかったですよ、カウンターで、カウンターです。桜庭グラウンド狙いたい、おっとこの子、さあこのローを契機にして桜庭がグラウンドを狙っていきますが、タックル金のやってますね彼、うまいですね。今のところどうですか高田さん、ミルコの戦い方は。いや、ミルコの戦い方、こうやんなければいけないというのをやってますよね。そうですね、うん、イエルコの消える、左ハイが怖い、今度はミドル、左からミドル、ドテッパラ、あっとこのローは痛い、人間狂気なミルコ、桜庭もローで返していく。この辺りは闘争本能丸らしい、左からのロー、スタミナを徐々に徐々に奪って、桜庭のやる気を削いでいこうという人間狂気。人間は進化している時が一番怖い、波に乗っているミルコクロコップ。さあタックル切った、タックルよく切るな、高田さん、それでタックル切りした後の膝も怖いですからね、立つ時の。おっとパチ、おー、ナイスパンチです、お株を奪った、桜庭ミルコのお株を奪った、そして勢いに乗ってタックル、これは切った、行き詰まる戦いだ、第1ラウンド、おっとハイ、右のハイ、これは見えている見えている、桜選手ハイキック出してほしいな、はい、桜庭もサウスポーであります。あっとこのローは効く、左、ローはちょっとこれはね、あんまりもらうと効いてきますよ、きますよね。テーピングを施している、すっごい強いです、サポーターを施している、右の左、さあ接近戦、小刻みのパンチ、離れ際気をつけないですね、ハイが効きます、小刻みのパンチ、おっとタックル、これはどうだ、これはどうだ、さあピルコはこの間、これはしたいですね、これね、はい、さあなんとかこれを切り抜けたいミルコ、そして桜庭、桜庭このガードポジションからパスガードを狙いたい、さあパスガードを狙いたい、これどうですか、この体勢は高いいですね、あのパスガードを狙いたいですね、しかしながら残りあと1分半、この時間は微妙であります、第1ラウンド、さあこっからどうだ、パンチを浴びせていく桜庭、さあだん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 パスガードしてマウントを取りたい、ミルコうまいですね、うまいですね、完全に足をロックさせてのがっちりとガードポジション、しかしながら桜庭パンチでまずは弾みをつけてマウント、あるいはサイドポジションを決めたいところであります。おっと桜庭が徐々に激戦で見せた得意の動きを見せそうな気合であります。さあ軌道を塞いでいくギロチンチョーク、さあギロチン肘で首を締めて、ね、してますね、軌道を塞いで、ミルコのやる気をそぎたい桜庭、これはつなぎ、つなぎ技か、さあミルコもガード、選手はまだ余裕がありますね、まだ余裕ありますね、まだ十分余裕があります。さあ藤田を切って落とした、永田を一発で切って落とした、このミルコクロコップも懐が深い、しかしながら桜庭まずはグラウンドを取って己のペースを掴んでおきたい、第1ラウンド残りあと20秒、桜選手はどうしたらいいんですか、高田さんここから足を取るか、まあ、あのものすごいんですよ締め付けが、ミルコが力ありますからね、うん、あの足を、あっと残りアンチアップ、そしてパンチ飛び込む、桜が見せてくれます、ミルコが苦笑い、マウスピースが見えた、桜の得意のトリッキーな動き、マット上の孫悟空ぶりを見せました。ここで第1ラウンド終了であります。これはですね、高田さん、はい、あれだけ桜庭が得意の最後動きを見せるってことは余裕があるっていうアピールですかね。まあそれよりもやっぱミルコの対応のうまさが目につきましたね。あ、そうですか。さあ間もなく第2ラウンドであります。セカンドコーナー。かつてホイラー、ホイス、ヘンゾ、ハイアンを撃破してきた
グレイシーキラー桜庭和志、今夜はプロレスハンター桜庭が両観光戦とするミルコクロコップと、さあ第2ラウンド拳を合わせた。さっきの高田さん及び館長の指摘にもあったように、とにかくこの第2ラウンド早い時間にタックルを決めてグラウンドに持ち込みたい桜庭。そのタックル切りをして、とにかくローからつないでいって、はい、あるいはパンチで仕留めていきたいミルコクロコップであります。格闘処刑人、いきなり飛んでくるあの軌道が変わるという殺人ハイキック、これを食ったら危ないぞ桜庭。でもね、桜庭選手がサウスポーに構えているのは正解なんですね、うん、オーソドックスに構えるとですね、本当に正面から左ハイキックが飛んできますから。そうですね、さあ右からのジャブで牽制桜庭。古田さん、腰淡々と狙うミルコ、はい、桜庭サイドなんですけどね、はい、じっくり回っていこうと、じっくり攻めていこうと、ミルコはおそらくスタミナがないと、時間いっぱい使っていこうと、時間は聞こえるかと聞かれた桜庭、はいと答えましたね。わかりました、まあ、じっくりはいいんですけどね、あのローキックはもらわないと怖いですね。またサポーターの右の膝、ここにローを食らいました桜庭。ミルコが徐々に徐々にローを合わせていく、これは怖い。おーっと、このキック、この返した、おっと、もう一回、今度はローだ。桜庭の右足が徐々に引きずる形になるのが怖い。はいを失敗するやいなや、いきなりミルコのロー、桜庭が飛び込んでいった、タックルを狙いたい。残りあと3分半少々、もう倒したいです、もう倒したい、倒したい、時間的にね、さあグラウンドに持ち込むタイムリミット、いったいったタックル、タックル切り、ミルコが完全にタックル切り。古田さん、はい、ミルコサイドですがね、はい、まあ、グラウンドではとにかく逃げろということなんですが、はい、まあ、そしてですね、サウンドですね、バンジャー倒した、テイクダウン、テイクダウン、ここから行く、いいですよ、いいですよ、大事にいこう、大事にいこう。日賀の下からリポートがありましたが、その際中に、さあ上、上体が上になりました、上を取りました、桜庭。さあここからチャンス、はい、タックルを切ること、この辺りもですね、うまくいっていますので、余裕の雰囲気だったんですが、局面変わりましたね、局面変わりましたね、はい。さあ状態が上になる、ガードポジションを取っているミルコでありますが、強引に腕をこじ、ね、こじ開けて、そしてパンチ、あるいは締め技、関節技を狙っていこうという、はい、首を取りってんですか、首、あるいは腕ですね、腕ですね、左腕ですね、相手の左腕、はい、さあパンチでつないでおいて桜庭、首を締めるか、あるいは腕絡みに行くか、肩固めに行くか、今ミルコが肩固めしてます、逆にね、下からですね、下から決めにかかっているネックロック。さあ脇腹にパンチをぶち込んでいく桜庭、決まらないでしょ下からは、そうですね、でも今いい感じで、フィットしてましたよ、頸動脈はまっちゃうと怖いですよね、で少しさっきやがってずらしました、逆の展開で桜庭を締めている、はい、これはカットしなくてはいけない、桜庭は必死に脇腹攻撃、入ってますね、あ外れましたね、外れてます、さあここから上からみか、腕チャンス、腕チャンス、腕チャンス、お分かってますね、分かってますか、戦いのシックスセンス、これを発揮するか、取れますね、はい、桜庭アームロック腕絡みか、容赦なきベビーフェイス桜庭和志、サイドに移行しましたね、残りあと2分、サイドポジション、サイドポジションを取ってここから腕絡み、徐々に徐々に狙っていく、さあそれをガードする、プロテクトするミルコクロコップ、ミルコ選手はもう取りましたね、あったどうですか高田さん、ちょっと今足でガード、無理ですね、膝を入れてうまいですね、この辺がうまい、うまいですね、残りあと1分半少々、さあ左からのフック3連発、あれもらっちゃダメ、あと危ない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 、さあ桜庭がもう1回入っていく、すごい最初からですね、はい、そうですね、最初からですね、あと2ラウンド目は1分半になりました、ここまでミルコ選手の対応はどうですか、完璧ですね、落ち着いてます、完璧に対応してます、腕絡みを狙っていった桜庭でありますが、実に沈着冷静、まるで冷血動物のよう落ち着いております。ミルコクロコップ体脂肪率 5% 前後が物語るように、心の方もかなり無駄がありません、はい、さあ肘を入れてなんとか牽制していこうという、突破口を見出そうという桜庭、かなりスタミナをロスしているか、これミルコ力あるんじゃないですかね、力があるんですね、レップシが、それだけ桜庭もスタミナ消耗してきますよね、足も強いですね、なかなか攻めあぐねております桜庭和志、パンチを防いでいく、手首を取る、しかしながら小刻みのパンチ、桜庭も返していく顔面、このガードポジションではなかなか思い切った攻撃を仕掛けることが桜庭できない、さあミルコパンチまだ落ち着いている、ミルコに余裕が伺えます、それだけに桜庭的に見ると実にミルコ不気味であります、さあ後頭部、今考えてるんでしょうね、桜庭どうしようかなと、なるほど、桜庭が、おっと上からパンチ、パンチの当てられない、集中砲が仕掛けから蹴りで返していく桜庭、その隙にもう一回タック
ックルを狙っていく。残り15秒。首入った。ああ、足首抜けた。あーか、危なかった。危なかった。首ですか。首を狙っていくミルコ。ミルコの桜庭対策はバッチリ。フロントチョークが今入った。ノーバータック。あれで軌道あるいは軽動脈を塞ごうという。で、桜庭選手は今外したんですね。首を外しましたね。あ、そうです。逆にこのラウンドも随所にミルコが桜庭のお株を奪う。目が随分腫れてますね。腫れてますね。食らってますからね、パンチね。まあ、館長、逆にですね、はい、桜庭が得意とする攻撃、締め技、チョークスリーパーとかですね、ギロチンとか、あの辺りを見…桜庭どうしたんですか。おっと、ん、目が腫れてますね。かなり右目が腫れてます。巻き上がれませんね。もしかしたら目が開かない。眼底にちょっと行ってるかもしれないですね。眼底骨折かも分からないですね。下からのパンチですか。眼底骨折の恐れか。パンチを食って桜庭、右目が開かない。腫れて塞がれて目が開かない状態か。今ドクターがあそこでね、江川さん、あそこでへたり込む選手じゃないんですよ。そうですね、目が腫れても。そうですね、絶対ね。だから異変があったはずですね。そうですね、インサイドに。もうどんなに窮地に追い込まれてスタミナ切れであっても立つ選手ですから、諦めません。これはアクシデントか。古田さん、はい、桜庭サイドですが、どうやら肩じゃないかという話ですね。また肩ですか。また肩か。また肩でしょうか、オーナー。いや、目でしょう。目でしょうね。右目が見えないんじゃないですか。右目が開かない。それも開かないだけじゃなくて、眼底骨折の可能性がある。立ち上がらない桜庭。あの、内出血ひどいですね。もう紫ですから。あ、そうですか。本人は見えるというような位置を見せているという情報も今一瞬報道局サイドに入りました。ミルコ・クロコップに外野ストップ。ドクターストップ。試合続行不可能と見ました。これドクターストップですね。そうですね、原因は何なんですかね。コールしてほしいですよね。右の目の奥の骨を言ってるかもしれないですね。眼底骨折かな。腫れ方が変ですよね。そうですね、はい、そうじゃなきゃ桜庭は立ち上がる。